脳地図。脳地図、脳地図は脳の電気的な活動によって生じる磁場を超電導量子干渉系と呼ばれる非常に感度の高いデバイスを用いて計測するイメージング技術である。この計測法は研究面、医療面の両方に利用される。例えば脳外科手術の際に病変の位置を決定したり、脳科学研究の際に脳や 神経フィードバックや他の様々な部分の機能を決定するのに用いられ。脳地図が初めて計測に利用されたのは1968年にデイビッド公園によってである。超電導量子干渉計が利用される以前は検出器として同性の有機コイルが用いられた。背景磁場ノイズを減らすために計測は磁場がシールドされた部屋で行われる。しかし、 検出器の感受性の低さにより、脳地図により得られた信号は乏しく、ノイズの多いもので、実用に硬いものであった。彼が MIT に行った後半により、よく、磁場がシールドされた部屋を建設し、最初期のスクイード検出器によって開発されたものを用いて、再度脳地図による計測を行った。この時得られた信号は、脳波形に匹敵するほどクリアなものであり、 当時超伝導量子干渉系の使用法を模索していた物理学者の興味を引きつけた。そのようにして脳術が使用されるに至り、様々な種類の自発脳事情及び有機能事情が計測されるようになった。初期には被験者の頭部の様々な位置における磁場を計測するためにスクイード検出器による位置センサー計測を繰り返し行っていた。しかし、 それではあまりに煩雑なので、1980年代に脳地図の製造者によって、頭部を取り囲むデュアーを大きくし、内部のセンサーの数が増やされた。現在の脳地図のデュアーはヘルメット型になり、内部には300ものセンサーが存在し、頭部のほぼ全域をカバーしている。このような方法により、被験者、または患者の脳事情は素早く、効果的に得られるようになった。同期した。 神経活動により生じる電流は非常に弱い磁場を有機し、脳地図はこの磁場を計測する。しかし、この脳地上は非常に弱く、大脳皮質の活動では 10FT、人のアルファ波で 10FT ほどである。一方、都市部において生じる環境磁場ノイズのオーダーは 10FT にもなる。したがって、生体磁場の計測にあたり、計測したい信号の小ささと、 外部ノイズの大きさという二つの大きな問題が生じる。超電導量子干渉計、スクイードという非常に感度の良い計測デバイスの進歩が、脳時上の解析に利用され、この問題に対処するのに用いられている。近年、光ポンピング磁力計で、スピン変曲の緩和レートが小さくなる状態を利用すれば、センサの感度がサブフト、ヘルツオーダマで、 到達可能であるという告げがなされ、セルフ状態で動作する光ポンピング原子磁気センサに期待が寄せられている。また、測定体積が小さくても十分な感度を保つことが期待でき、多チャンネル化により高い空間分解能を持った磁場計測が可能になると予想され、光ポンピング原子磁気センサはこのセルフ条件を利用することで原理的に超電動量子干渉素子、 救いドをしのぐ速感度を有し、冷却装置を必要としないことから、新たな脳地図用のセンサとして期待されている。脳地図と脳電図の元となるシグナルは、シナプス伝達の際に、ニューロンの樹状突起で起きる、イオン電化の流れの、消味の効果による。マクスウェルの方程式に従えば、すべての電情はそれに直行する磁場を生み出す。その磁場を、脳地図は計測するのである。 脳活動によって生じる正味の電流は、ある所定の位置、向き、強さを持ち、空間的広がりのない電流双極子として考えることができる。アンペールの法則から、電流双極子はその双極子のベクトル成分を、軸とした磁場を生じさせる。検出可能な信号を生み出すためには、約5万のニューロンの活動が必要である。また、互いに強め合う磁場を生み出すには、 電流層極子の向きが揃っていなくてはならないことから、皮質にあって脳表面に垂直に並ぶ、水体細胞の層が、計測可能な強さの磁場を生み出すこととなる。さらに、皮質の濃厚にあって、層上のニューロンが脳表面に対して、平行な向きに並ぶときのみ、頭外部でも、検出可能な磁場が生み出される。研究者たちの手により、 脳の奥深くの部分の信号を検出するための様々な信号処理の手法が試されてきた。しかし、現時点において臨床的に利用可能な手法は存在しない。多くの場合、活動電位は検出可能な磁場を生み出すことはできない点は注目に値する。それは主に活動電位によって生じる電流は反対方向に流れるため磁場が打ち消し合ってしまうためである。 しかし、末梢神経における活動電位によって生じる磁場は検出可能である。脳から放出される磁場のオーダーはスーフェムとテスラと非常に小さいため知識を含めた外部由来の磁場をシールドすることが必要である。高周波ノイズと低周波ノイズをそれぞれ減少させるためにアルミニウムとミューメタルによってできた部屋によって磁場をシールドする。 時期的にシールドされた部屋は主に3層の入れ子構造になったものが典型的である。それぞれの層は純アルミニウム層と高等時制の強時制体層によってできている。強時制体層は厚さ 1mm のシートになっており、最内部の層は4枚のシート、外側の2層では3枚のシートが重なったものが用いられている。 磁気的な連続性は重なり合う層によって保たれる。絶縁、ワッシャがネージに利用され、それぞれの層を電気的に分離することで、スクイードに悪影響を及ぼすラジオ波を遮蔽する。アルミニウムの電気的な連続性は、アルミニウムの重なり合う層によって保たれ、1ヘルツより大きい周波数の AC 渦電流を遮蔽する。最内部の層の接合部は銀か金で滅キされ、 アルミニウム層の電気伝導率を上げている。三次元的なノイズの除去に、自発的なノイズの除去システムが用いられる。このシステムを実装するために、低ノイズ磁束磁力計が、それぞれの壁面の中央に、壁面に直行するように設置される。この磁束磁力計からの負のフィードバックが、ローパスネットワークを介して、次第に、正のフィードバックと振動を減衰させながら、 DC 増幅系へと伝えられる。振動ワイヤー、障子ワイヤーがこのシステムに組み込まれている。振動ワイヤーが当時性を高め、障子ワイヤーが内装の全表面に取り付けられ、表面を障子している。加えて、ノイズキャンセリングアルゴリズムが低周波数ノイズと高周波数ノイズの両方を除去する。詳しくは、別項・逆問題を参照。脳活動の位置を決定するために、 頭外側で計測された磁場から活動源の位置を推定する信号処理の手法が用いられる。このような推定は逆問題を解くこととなる。一番の技術的な問題は逆問題が唯一の解を持たないことである。そして最適解を見つける手法自身が徹底的な研究対象となっている。適切な解を得るには脳活動に関する 前提的な知識を含んだモデルが用いられる。電流源のモデルは過剰決定モデルと過剰決定モデルの2種類がある。過剰決定モデルではデータに基づき位置を推定された数個の天井の電流源から構成される。一方、過剰決定モデルは多くの異なる広がりを持った領域が活動しているような場合に用いられる。計測された結果を説明する。 電流源の分布はいくつか考えられるが、最も可能性の高いものが選択される。より複雑な電流源のモデルほど、解の質を向上させると考える研究者も存在する。しかし、そのようなモデルは推定の眼形性を下げ、純モデルの誤差を上げてしまう。多くの実験では、単純なモデルが用いられ、誤差の起きる可能性を減らし、解を見つけるための計算時間を減らしている。 位置推定のアルゴリズムは仮定された電流源と頭部のモデルを利用して焦点となる磁場源の最適な位置を推定するものである。別の方法として純モデルを用いずに電流源を分離するために独立分分析をまず用いて次にその分離された電流源のそれぞれの位置を推定するものがある。この方法は非神経由来のノイズと 神経由来の信号を正確に分離することで、優れた S、N 比を示し、焦点となる神経電流源を分離することが可能になる。過剰決定モデルを用いた位置推定アルゴリズムは、初めの位置推定に連続的な微調整を加えていくというものである。このシステムでは、まず初めに推定された電流源の位置情報から順モデルを用いて、 その電流源によって生み出される磁場を計算し、計算された磁場と実施に観測された磁場との誤差が減少するように電流源の位置が修正される。この修正を2つの磁場が一致するまで繰り返すのである。別の方法としては、この不良設定の逆問題を無視し、ある固定点における電流を推定するもので、ビームフォーミング法を利用したものである。そのような手法の一つとして、 データの共分散行列と双極子の磁場、同質行列からセンサーに線形な重み付けをする空間フィルターを計算するサムと呼ばれる方法がある。サムは信号の時間的な要素を利用して双極子の非線形的な推定を行うが信号のフーリエ変換を利用して双極子の線形な推定を行う手法も存在する。 そのようにして禁じされた電流源は巨大な脳神経ネットワークの動機を推定するための計算に用いられる。推定された磁場源の位置は各磁気共鳴画像法による画像と結合され、磁場源の画像が作り出される。二組のデータは MRI 上では脂質マーカー、MEG 上では帯電性のコイルで、それぞれ標識された基準点の位置を計測することで結合される。 それぞれのデータにおける基準点の位置は共通の座標形を定義するのために用いられ脳機能に関する MEG のデータと脳構造に関する MRI のデータが重ね合わせられる。このような手法の臨床面への応用には MRI 画像上に明確な境界線で色分けされた領域が描かれることに関して批判がある。十分な訓練を受けていないものはメグの空間分解能が 比較的低いためにこの色分けが生理的な確実性ではなく統計処理により計算される確率の集合であるということを理解できない。地場源の画像が他のデータを裏付ける場合は臨床面での有用性があるだろう。脳地図の電流源のモデリング手法として広く受け入れられているものに神経活動の位置を厳局したものと仮定する。 等価電流総極子を計算するものがある。この総極子による推定手法は未知の総極子のパラメータが脳実図の計測データ数より少ないため過剰決定で非線形である。ミュージックや MSST のような自動的な複数総極子モデルのアルゴリズム、脳実図データの解析に利用されることもある。総極子モデリングの限界は3つの主要な欠点によって特徴付けられる。 広がりを持った電流源を双極子で禁似することは困難な点。解析の前に双極子の総数を正確に推定することは不可能な点。特に脳の深部において双極子の位置推定の精度が低い点。複数双極子によるモデリングとは違い、リードフィールドモデリングは電流源を多数の双極子を含んだ格子に分割する。この場合の逆問題は それぞれの公視点における総極視モーメントを得るとである。ノージズセンサー数よりも未知の総極視モーメントの数の方が非常に多いため、逆問題の解は非常に過小決定的である。それを補うために解の非位,置位置性を減少させるような新たな高速条件が必要とされる。この手法の最大の長所としては電流源モデルに対する 実験者による事前の推定が必要ない点がある。他の長所としては、計算負荷が比較的小さい点と時間変化がスムーズな点が挙げられる。この2点により、単純な統計的比較が可能になる。また、短所としては、空間分解能が非常に低く、限局した電流源に対しても、空間的に広がったモデルを作ってしまう点が挙げられる。 独立成分分析は時間に対して統計的に独立な異なる信号を分ける信号処理法である。この手法ははじめ外来ノイズを含む脳地図や脳電図の信号から瞬きや眼球運動、顔面筋、心拍等によるアーティファクトを除去するのに使われていた。しかし ICA は統計的独立性を基盤とするため高い相関を持つ脳活動に対しては 分解能が下がる。研究においては、脳地図は主に脳活動の時間変化を計測する目的で使用される。それは、そのような時間変化は、フメリーでは計測できないためである。また、脳地図は一時聴覚や、一時体制感覚や、一時運動やの電流源を正確に特定することができる。一方、より複雑な認知課題における人の脳活動の 機能的マッピングには限界がある。そのような場合においては、フメリーによるマッピングと組み合わせた実験がより好まれている。しかし、神経的なデータとヘモダイナミクスに基づくデータは一致するとは限らず、両手法は保管し合うものである。しかし、両信号は共通の発生源を持つと考えられる。なぜなら、局所電場電位とボールド信号は、 深い関連があることが知られているからである。局所電場電位は、脳電図、脳地図が検出する信号であることから、脳地図とボールド信号は共通の発生源を持つと考えらる。脳地図の臨床面での利用としては、転換患者における転換様神経活動の検出と発生位置の同定や、難治性転換や脳腫瘍患者の外科手術計画のために、 脳機能上重要な皮質の位置の同定が挙げられる。転換の外科手術の目的は重要な脳領域を避けて神経学的な障害を防ぎつつ転換原性組織を切除することである。重要な脳の領域の位置を知ることは最も重要である。皮質の直接刺激と項膜下電極、エレクトラコルタカグラム、イコグによる計測は重要な脳領域の位置の 童定手法の基準となる手法であると考えられている。この手法は術中に行うか、留置硬膜か、格子電極によって行われるが、両方とも患者に対し、侵襲的である。体制感覚やに有機された磁場の計測からの脳地図による、中心項の位置の同定の結果は、それらの、侵襲的計測との強い一致を示すものであった。脳地図による研究は、一時体制感覚やの、 機能的な気候の解明や個々の指の刺激によって手の体性感覚やの空間的広がりを描写することの助けとなった。この皮質組織の位置の童定における侵襲的計測と脳地図による計測との位置は脳地図による解析の有効性を示している。脳地図は聴覚や言語処理などの認知処理の研究にも利用されている。 脳地図は1960年代から開発されてきたが計算アルゴリズムとハードウェアの進化により急速に進歩している。また改善された空間分解能と非常に高い時間分解能を約束する。脳地図は神経活動による信号を直接計測するのでその時間分解能は頭蓋内電極による計測に匹敵するほどである。脳地図の持つ性能は 脳電図やポジトロン断層法、フメリー等の他の計測手法が持つ性能に匹敵するものである。さらに、脳地図の持つ長所としては、脳地図により計測される生体信号は、脳電図のように頭の形に影響されない点や、ポジトロン断層法が持ち、MRI やフメリーで可能性が示唆されているような、申請を全く持たない点が挙げられる。 脳電図も脳磁図も同じ神経生理学的な過程から得られる信号を計測しているが、両者には重要な違いが存在する。電灯とは、対照的に磁場は頭蓋骨や頭皮による抵抗の影響を受けにくい。そのため、脳磁図はより高い空間分解能を得ることができる。電灯と磁場は互いに直行するので、最も感度の高い方向、通常は場が 最大になる方向は互いに直行している。頭皮状の電図は、球状体積の電動体内における電流源の接線方向と同型方向の両方の成分に感受性を持つが、脳地図は接線方向にしか感受性を持たない。したがって、脳地図は脳構内の活動を選択的に計測する。一方、頭皮状の電図は、脳構と脳外の頂点の両方の活動を 計測できるが、同系方向の電流源の信号が支配的である。頭皮状脳電図はシナプス5電位によって発生する細胞外体積電流に感受性を持つが、脳地図は主にシナプス5電位による細胞内電流を検出する。なぜなら、体積電流による磁場成分は球状体積の電動体ではキャンセルし合う傾向があるからである。距離によって生じる磁場の減衰は、 電状のそれよりも強い。したがって、脳地図は、脳表面の活動により感受性が高く、神秘質性転換の研究に適している。また、データの解釈に影響を及ぼす、頭皮状脳電図における、基準電極のような基準を必要としないいう違いも、存在する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。